皆さんこんんんここににちちちはは小川先生ですソルちゃんですすゃ今日はビジネス日本語を勉強している方またはこれから勉強しようとしている方にビジネス日本語のポイントを2つ <laughs> ご紹介したいと思います。それじゃあ2つ。2つ では、一つ目。<laughs> 間違えても大丈夫、伝えることが大事。日本。日本人にとっても。<laughs> 日本人にとってもビジネス日本語は難しいですし。正しく敬語を使えている人は多くいません。 なので日本語学習者の皆さんが敬語を間違えたからといってそれに対して怒る日本人はまあいないでしょう。正しい日本語で話すことはもちろん大事ですがまずは言いたいことを正しく伝えるそれが一つ目のポイントになります。では 2つ目二つ目は言語的コミュニケーションよりいい言語的コミュニケーションがもっっとと大事です。ちょっとストップ。言葉が少し難しいかもしれませんが簡単に言うと日本のビジネスでは言葉より表情や声のトーンなどがもっと大事だということです。 例えば謝らないといけない場面で言葉では「すみません」「申し訳ございません」と言っているのに表情や声のトーンが謝っている感じではない時相手の日本人はとても不快に感じ私に対してとても不信感を持つようになります。反対に、言葉が間違ってていたとしても、 表情や声のトーンなどで誤っているのがちゃんと伝われば、相手は謝罪を受け入れてくれます。これから日本人と一緒にビジネスする方や、一緒に日本人と働く方は、この二つのポイントをしっかり押さえて、ビジネス日本語を勉強すれば、円滑な人間関係を築くことができるでしょう。今後、ビジネス日本語やビジネスマナーについてもアップしますので、 ご期待ください。何かリクエストがありましたら、ぜひコメントに残してください。それでは皆さん、また会いましょう。ソルちゃん、皆さんにバイバイ。また会いましょう。